皆さんこんにちは、リリアです。今日は横浜インターコンチネンタルピア8に宿泊しに来ました。イエーイ。はい、アフタヌーンティーは前回と結構内容も少し似たようなのもあったけど、マカロンとかもあって内容が少し変わってました。すっごく美味しくいただきました。で早速ルームツアーをしたいと思います。
again.